おはようございます。今朝の6時12分あ、13分になりましたということでね、これから、山田と一緒に朝ごはんを食べていきたいと思います。行ってきます。山田撮影するよ。6時21分ですね。山田撮影するよ。起こしに行ってきまーす。山田撮影するで。山田。なんだよ。撮影するで。何が今さらな。ほら。やめろよ。寝てんだよ、バカ野郎。撮影するよ。ほら。今日はね、寝起きで、すごい健康的な、朝ごはんを食べるっていう企画。お前なんか顔変だぞ、今日。寝起きなんだよ。じゃあちょっとね、今からね、もうこれぞ、日本のジャパニーズ朝ごはん。ジャパニーズブレックファーストっていうね、朝食持ってくるから。あ、おかしいや、お前。ちょっとね、待ってて。ね。いまして。うわー、高さ足りねー。なんか忘れてると思ったんだよなー。土台がねーよなー。いつもここに土台置いてんのに今日土台置いてねーんだよねー。眠くて頭が回ってねーんだよねー。冷た冷たお前。まあ、キンキンに冷えてんだよ。キンキンに冷えたトマトジュースじゃねーか、お前。マジで朝ってこんな頭回んねーんだな。IQ が20ぐらいに感じるわ。まあ、目覚めてても IQ20 なんですけどね。あ、いい感じ。頭かいいな。これ味噌汁いらんかったな。これ味噌汁いらんわ。ちょっと飲もう。うわ、朝だー。朝玉を。うわー、かいい。ということでね、並べ終わったんですけども。わー。それだけですか、コメント。レベルしかねえだろ。そしてレミンで早く撮影終わらして寝かしてくれよな。てーな、バカ野郎。まあ、一日の始まる。うめえか。これ味噌汁だ。知ってるよ。じゃあ次、ライスボールいただくね。ライスボール。いただきまーす。うん。塩忘れた。何やってんだよ。昨日夜作ったんだけど、その時も眠くてさ。そのためにおかずがあんじゃねえか。だな、じゃあちょっとこのキュウリいただきます。うん、しょっぺ。ご飯いけ。なんかすごい赤くなってる。お前の口紅だよ。俺の口紅か。うめえ、うめえ、きゅうりと白米、うめえ。うめえか。うまいわ。福原愛と香港のかっこいい選手ぐらいね、合うわ。あ、福原愛浮気したんだ。じゃあ次、この自分で作った風に並べてるけど、実は、お前忘れ買ってきた卵。いただきます。これから言うんだよ、うるさいな。口の中がなくなったら言おうと思ってたんだよ。大声出して喋ってねえよ。じゃあ次、ウインナー。うん。ウインナーは外れねえだろ。うん。ちょっとね、やもや。うるさい。じゃあ、お腹の内か。そう、いただきまーす。
うん、うまい。コショウ持ってくるわ。コショウ舐めるよ。塩コショウって俺あんま食ったことねえんだよな。ちょっと舐めさせてくれよ。塩コショウはね、しょっぱいんだよ。先言えよ。おめえがここに塩吐いたからすげえしょっぱそうだな。しょっぱそうって言ったか今。いただきます。卵うめえな。早いから頭が回んないんだよ。いつも回ってねえから。足は、卵しか勝たん。卵。レンチンしたい。キンキンに冷えてるウィンナー。キンキンに冷えてるウィンナー。てて気分豪華。ほぼほぼ忘れてんじゃねえか。じゃあお前覚えてんのかよ、この歌詞。知ってるよ。歌ってみろよ、じゃあ。めちゃくちゃ冷えた、こ。一文字目から違うじゃねえか。めちゃめちゃこれレンチンしたらうまいんだろうけど、ちょっと2階に行く勇気ねえわ。してくるわ。ちょっと、あ、山田がうるさいんだよね。温めてきました。ほら、温めてきたぞ。ちゃんとお前食わないのに俺が温めてきたよ。熱そうだな。熱い。熱いですから。いただきます。熱そうだな。うん、うめえ。温まったウィンナーうまいね。誰が温めた方がいいって言ったんだっけ。うん、おう、ああ、うむ、うまい。最近よ、俺つまぐれクックにハマってんだよな。俺も好き。どこがだよ、どこがだよ。そんなチリチリしねえだろお前。ここなんかお前伸びてんだ、この髪の毛。そこ伸ばしてんだよ。お前もう終わりかよ。もうじゃね、あの朝の6時からね、こんないっぱい食えない。あのまあ朝のね、6時21分から朝食を爆食いしたんですけども。
眠いし、なんかあんま目がちゃんと開いてない気がするんだよね。だからね、眠いのかなみたいな、まぶたが重いっていうのはこういうことなのかなっていうふうに思うんでね。さあ、じゃあもうちょっと寝てきまーす。もしこの動画だったらグッドボタン、やっぱこれが朝食だよなーっていう人もグッドボタンお願いします。インスタグラムもやってるので、もしよかったらインスタグラムの方もね、概要欄からフォローしてください。ということで、また次週のところでお会いしましょう。バイチャー。はい、OK でーす。あ、スタッフさん OK です。うちスタッフいねえわ。